不細工であるとか,なんかあのこう死んだ魚目をしているとか性格が悪いとか,あのなんかやたらに体の体重が不自由であるとか,なんか寝てる間にこう息が吸えなくなってなんかゲホゲホ言い始めるとか,なんかあの機械みたいのをつけないと睡眠できないとか,なんかいろんなデメリットになる人って世の中にいるんですけどでもそれが分かっててまあ別にそれでも楽しく暮らせるからいいんだよっていう人はそれでいいと思うんですよ。 だからあの僕の知り合いもそのブス戦手ブ戦の奥さんを捕まえてるっていうのがいてなのでなんかその他人がそういうのが言うからじゃあ自分のパートナー価値がないんだなとかっていうのは他人の価値観で決めるのではなく自分自身がどう思うかで決めればいいんじゃないかなと思います体重が不自由ってなんだなんかその頭が不自由な方とかなんかほら手足が不自由な方とか言うじゃないですかで頭が不自由な方っていうのが言うのでなんか体重が不自由な方っていう言い方がコンプラ的に正しいのかなと思って 言ってみましたはい先に手足が不自由な方がなんかあの選挙活動されてますけど。